皆さん、こんばんは。ただいまご紹介いただきました美濃市長の橋本でございます。メキシコフェスタの開催にあたりまして、主催者を代表し一言ご挨拶を申し上げます。皆様方には平日で何かとお忙しい中、多数のご参加をいただきまして誠にありがたく厚く御礼を申し上げます。このメキシコフェスタはモレロス州立自治大学で日本語を習得しておられます学生の皆さんの美濃における日本語、日本文化の研修事業の一環といたしまして、学生の皆さんによるメキシコの文化や社会を紹介していただき、市民の皆さんとの相互理解を深めることを目的といたしまして実施するものでございます。ここにメキシコ文化の夕べを開催されるにあたりまして、美濃市議会を代表いたしまして一言ご挨拶を申し上げます。近年我が国の国際化はますます進展する中、美濃市におきましてもさまざまな分野で国際交流が活発に展開されております。こうした状況の中、異なった国々の風俗習慣を理解し尊重し認め合うという、同時に積極的に異文化に触れ親しむ姿勢は非常に重要でございます。この意味からいたしましても、モレロス大学の皆さん方によるメキシコの伝統的な歌と踊りを鑑賞できますことは、異文化を体験する上で絶好の機会であると存じます。 Y hasta este año hemos enviado a este gran país y a esta gran ciudad a 78 estudiantes en total. De ellos, de sus familias, de los universitarios morelenses y del pueblo de México, es el mensaje de agradecimiento que traigo para ustedes, rogándoles acepten nuestra palabra. Gracias.